い、こんにちは。フルート大好きみみゆです。皆さんお元気ですか？はい、こちらが山の上の公園にまた遊びに来ました。アネロのバッグを持ってですね、やってきたんですよ。はい。今日はね、前の集まやのとこね、ちょっと写真で見てもらった場所があったと思うんですけど、そちらがちょっとなんか工事をね、ちょっとされてて、ちょっと使えなかったので、ちょっと周りをね、こう山の上のあたりがちょっと整備されてるので、ちょっとぐるっと回ってきたら、今はね、ちょっと使われてないんですけど、あのステージがね、あのもうちょっとね、古くなっちゃってるんですけど、一応野外ステージ、ちっちゃなね、野外ステージみたいなのがあって、もうほんと使われてないからね、もうタイルも剥がれちゃったりしてるんだけど、そんな素敵スポットがあって、ちょっとね、吹いてます。やっぱりね、こう、人がね、本当に、ここは本当に全然来ないから、ちょっと気兼ねなく吹けるっていうのでね、いい感じです。はい。でね、公園で私、吹きたいですっていうのでね、勇気を出してやってきましたっていう動画をね、この前初めてあげたんですけど、実際ね、なんかちょっと公園で、練習してみたいとか、吹いてみたいと思ってますっていうのをね、いろいろいただいたり、あとね、先輩からね、いくつかアドバイスをもらったりしました。フルートはね、やっぱり高いじゃないですか。楽器がね、結構高いから、屋外で吹くのはね、ほこりが、ね、ついたり、あとまあね、いろんな、まあ菌もね、あったりするし、ちょっと気をつけた方がいいと思いますっていうのでね、本当に楽器に影響がある可能性がありますよっていうのでね、ご心配いただいて、あ、確かになと思いました。これはね、私がね、こう、公園で吹いてるのを見て、私より初心者さんがね、私もやってみたいって思った時に、もうそれはね、やっぱり私も気をつけてほしいなと、アドバイスいただいて思ったことです。ホコリとかね、あとまあ風強いからね、やっぱり見えないちっちゃなホコリとかあると思うし、こう楽器に影響がある可能性は否めないと思います。屋内でね、落ち着いた場所で練習をね、されてるのが本当は楽器にとってはね、一番いいんだと思うので、まあ、そこはちょっと気をつけて、できるだけまあ環境がいい公園でね、吹いてもらえて、あとまあ天気もね、気をつけていただいたりとかね、まあ、気温の差も激しかったりするから、まあ、その辺もね、ちょっとやっぱり影響はあるんだと思います。私はもうちょっと吹いてみたいっていう気持ちの方が、まあ、強かったし、まあ、ちょっとね、気分転換のためにも、仕事でね、疲れてる心を癒すためにもちょっとね、屋外で吹いてみたいっていう気持ちが強かったので、まあ、吹いてるんですけど、まあ確かにね、楽器のことには気をつけようっていうふうに思いました。あとまあ、潮風ね、私もね、ちょっと行けばね、海辺もあるんですよ。すごい素敵なね、海辺の公園なんかもあって、もうすっごい吹きたくなるんですけど、もう潮風だけはやめときなさいと。潮風は本当に良くないから、絶対やめといた方がいいと思いますっていうので、そちらもね、行く前にね、アドバイスいただいて、本当にありがたかったです。ありがとうございます。何かの方からね、ご心配いただいて、本当にありがとうございます。おかげでちょっと潮風に当てることはなく済みました。やっぱ海辺で吹くんだったら、もっとね、外吹き用のフルートをね、もう、使われてますっていう先輩の方もいたんですよね。何本か持っていらっしゃる方で、も外で吹くのは、安い楽器で、多少影響が出てもいいと思えるような楽器。やっぱりね、すごくもう装銀とかね、それ以上の楽器を、屋外には怖くて持っていけませんっていうのを見て、ああ、まあ確かにそうだなっていうのは思ったので、私もまあ外吹き、まあこれもね、私にとっては高価な楽器なので、ちょっと心配、正直なとこね。本当はちょっと外吹き用の確かに、楽器が一本持てたら将来的にはいいかなと思ったり、あと海辺で吹くのにプラスチックのありますよね。今、プラスチックのね、面白いカジュアルなフルートっていうのかながあるので、そっち買ってみて持っていこうかなとか、いろいろちょっと考えてはいるんですけど、やっぱり、屋外で吹くのは、ちょっと気をつけた方がいい点もあるっていうのは、私からもちょっと皆さんにお伝えしておこうかなと思います。はい。じゃあちょっと吹いてみたところとかもちょっと動画に撮ってみたので、まあ、そちらもよかったらね、聞いてみてください。はい。いろいろね、気をつけながら、屋外の方にも出かけていきたいと思います。